お疲れ様です。ラットですね。今回はですね、6600到達しましたということで、そしてあれなんですよね、1年ぶりに自己最多をですね、まあ更新したんで、まあそちらの、まあ、リプレイをですね、まあ見ていきたいなと思います。で、デッキはこの、まあ、アイスイズプリンの入った、まあ、遅延スケラみたいな感じの、まあ、スケラフリーズでございます。で、最後の方もマジで負けずに、何戦したか、13戦ぐらいして2敗。13戦、11勝2敗かなっていう感じで、めちゃくちゃ勝率良くてですね、まあこの辺からですね。この辺ちゃう。まあ、バルーンとかラバーに勝ちつつ、で、この辺、ここで5連勝して、でもここでスケラとジャイに負けて、でもその後にジャイ、ゴレ、バルーン、コカツ、ジャイ、ガゴガゴ、まあ、ペッカに勝ったって感じで、まあ、ここの最後の3つをですね、まあ、見ていこうかなと思います。で、この3つがやばいくらい接戦。最後はまあそんなにしてたけど、めちゃくちゃいい試合だったんで、まあそれをですね、はいはいはいと。で、まあまあまあ、これは、トルネードでしっかりゴブリンバレルをですね、キングに吸って、キンキドしていきますので、で、ここで相手に吹き矢がいるっていうのを忘れてて、普通にスケラ打って、まあほぼ完封されてしまうっていう、まあここは良くないプレーだったんですけど、まあまあまあ、こっからですね。で、ここで、転がして、まあ、防衛して、でもこの吹き矢が強くて、このバルキリーが、いや、このアイスイズもね、正直いらなかったんですよね。はい、って感じで、まだなんか危ない感じなんですけど、最後のワンチャンをですね、見てほしい。で、まあ、この枯渇に対してはですね、まあ、インドラがほぼ腐るんで、あんま出したくはないですけど、カードサイクル的に、やっぱ出さないといけない時が何度かありますね。はい、で、このバルキリーが美味しい。で、相手がまあ、できるだけやっぱ、吹き矢を使った後に、スケラーフリーズで、まあ、ダメージを与えていきたいですね。なんで、それまでは、スケラー打たない感じか、まあ、吹き矢にフリーズをできる状態でないと、スケラーが刺さらないんで、やばいですね。で、ここはもう、防衛できるカードがなかったんで、バレルをフリーズ防衛。で、まあ、痛いんですけど、なんとか。はい。で、ここは端前、てか、あっちのプリンを端前で、こっちのプリンでですね、処理して、これ絶対バルキリー来ると思ったので、バルキリーで延命からの吹き矢をウッドで処理で、ここで相手吹き矢使ったんで、ここがチャンスですね。で、ここもフリーズして、で、このバルキリーが一発、これが美味しい。で、相手のプリンセスも処理できて、で、こっちの吹き矢はもう無視ですね。3000タワーのヒットポイントあって、逆の方が削られててしんどいんで、で、ここはスケラも打って、このバレルウッド覚えなんですけど、ここですね、ここも空振っちゃったんですよね、このウッドで。やばいと思ったんですけど、もうここはもう攻めるしかないって感じで、ここの相手の吹き矢をトルネで吸って、で、ここでフリーズですね。今相手の吹き矢がトルネプラスのアイスウィズの一撃で処理することができて、で、このトルネでバルキリーが、相手のバルキリーが少し下がったことによって、この自分のバルキリーがこの殴るで、もう最後、フリーズ。まあ、なくてもよかったかな。スケラが刺さり、バルキリーが刺さり、まあ、なんとかですね。これ多分めちゃくちゃしんどいんですけど、最後のワンチャンで持っていきましたね。ってことで、まあ、次は、この、ジャイダクネガゴガゴっすね。このデッキも最近、ちょくちょく見られるかなと思います。で、
そうですね。でこのデッキ自体がまず大型メタで、まあ、基本的にジャイ、ゴレ、ラバーかな、まあ、ジャイ、ゴレ、ラバーには、まあ、基本的に有利で、しかもインドラとアイスイズプリンのトルネードフリーズなんで、まあ、対空に強いんですよね。なんで、まあ、決して相性が悪いわけではないんですけど、まあ、プリンセスはウッドで処理されたりもあるんですけども、これ相手がめちゃくちゃうまいんですよ、これ。で、ここは、本当はインドラを使いたくなくて、ここで逆サイにジャイとか出されたらやばかったんですけど、まあ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 、しょうがないですね。アイスイズがなかったんで、インドラ出すしかなくてって感じで、ここは美味しくて、ここでカウンターするかな。はいはいはい。で、ここでもフリーズ打って、で、まあまあダメージ入るんですけどっすね。ですけど、そこまで大ダメージじゃない。でもこれも、このプリンセスと、このインドラで、余裕で守れるかと思いきや、このジャイが、クソ殴る。やばい。やばかったんですけど、まあなんとかっすね。で、このディガーを取るねですって、まあ後々のためにね。はいはい、でもこの時点で正直もう負けたかなと思ったんですけど、思ったんですけどですね、本当にマジのワンチャンがやばかったんで、これも見てほしいですね。はいはい。で正直ウッドはもういらないんで、もう裂いて、でまた後ろからしっかり防衛ですね。でここアイスイーズとプリンを離した位置に出してあげて、でトルネードで吸ってあげて、でインドラも出して、よいしょ、痛いけどこれはカウンターですね。これでなんか来たらもうフリーズって、でもこの端前のガゴムレはもうどうにもできないですね。なんで、まあ、スケラでダメージ入るんですけど、しんどい。で、もう、あと残り20秒で、相手のタワー1000で、いや、これもう負けだなって思ったんですよ。で、ここのもうトルネも空振って、まあ、ディガーを読み取るんですね。でも、これ空振って、あと14秒終わりって思ったんですけど、ここっすね。ここもフリーズして、そしたら相手が、ここに今、ガゴムレ付け足してきた、あ、ウッツアップでガゴムレ付け足してきたんですけど、ここで、このプリン、このプリンが超優秀。ガゴムレに全部に、範囲攻撃でダメージ与えつつの、タワーにダメージ与えて、なんとか追いつきます。で、こう、バルキリー裂いて、あとはトルネで。で、このガゴも美味しい。一気にアド回収っすね。はいはいはいと。で、ここは、まあ、ガゴ群れ来るだろうなって、プリン出すんですけど、このプリンを出すのも相手、この読みウッドなんですよ。このウッドがまずやばいっすね。こんなことできる人ほぼいないっすもん。今のプレイとかもなんですけど、本当にやばいですね。僕があそこにプリンセス出すっていうのを分かってての、あの読みウッド、こういうプレイをしてくる人とかやばいですね。あんま見たことないんで、本当にうまって思いましたね。でもまあユニットが溜まっていきので、ここでカウンターですね。で間ディガープラスのガゴ群れでユニットを処理してきたんで、まあ、その間にスケラでしっかりダメージで入っていきます。で相手はもうザップ使ったんで、ここはインドラトルネで楽に処理ですね。はいはい。あと1分40秒、残り800で、ここも、まあ、このウッドも多分端前プリン読みウッドなんですよね。めちゃくちゃ読みをしてくる人で、まあ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 普段ファイブ飛んできて、でもウッドを削りつつ、でこのプリンはちょっともったいなかった感がありますね。けどまあまあまあ、でスケラ打って、まあ、スケラフリーズで落とせるんじゃねって思ったんで打って、あと残り300、340で、ここはなんとか守りますね。アイスウィズが処理されても、このプリンセスがいるから、その対空に対して強いですね。でバルキリー出して、
ここはまあなんとか守って、でここですね、相手がクソ、ここかな、いやここもう一個前か、あそうそう、ここをまあとりあえず守って、ここのプレーですね。でここでまあ相手はジャイ出して攻めさせないようにしてきて、このジャイ結構やばいかなと思ったんでフリーズ防衛して、でここでスケラ打って、ここの端前プリンなんですけど、これも読まれて防衛されて、でここのアイスウィズももうディガーで読まれて防衛されて、やばってこいつ読みうますぎだなと思ったんですけど、まあなんとかスケルトンが刺さって、まあギリギリ勝利って感じで、まああとラストは1本ですね。このラストはまあまあまあ意外と決着つくのが早かったかなと思います。でこれでちょい動画撮れてなかったら泣く。 OK 危ない、はいはいはい、でこれはですね、まあ待って相手が何をしてくるか、基本待ちっすね。でここで陣技かなとまあ思いつつ、まあ陣技か三子かの本当に二択かと思ったんですけど、まさかのこれはペッカでしたね。でここはもうカウンターでスケラー打って、エレイビズみたいななりつつ吹き矢出てきたんで、まあ、フリーズを打つのはやめて一回待ってですね。でもここはプリンプラスのウッドで美味しく防衛ですね。でここのアイスイズももったいない、これもいらなかったですね。けどまあアドはそんな取られてなかったんで、まあいいかなって感じで、でここの言うのはもうバルキリーで防衛するのではなく、トルネードがあるのでトルネードでキングギターを、ねはいはい、まあダメアンドは取られてるんですけど、そうですね、まあキング起動しているんで、まあこちらの方が有利かなって感じですね。で後ろから展開で、で相手の対空がザッピーとエレキとフキアって分かって、でも正味インドラこれもう腐ったなと思ったんですよ。でもけどここで相手エレキとザッピー咲いたんでインドラ強くねって思ったんですけど、今左に流したらけど吹き矢来るんで後ろから整えたら相手もここで吹き矢使ったんですよ。だからこの相手はインドラをもう防衛できないんですよね。だからもうここでスケラ打ってフリーズで落としに行こうって思いましたね。でこれ打ってで一応ユーノ防衛して、ここでもうザッピーにフリーズして、このインドラが相手はしんどいっすね。でもこの間にスケラが入って、でまあまあまあ残り半分って感じっすね。で、ここはウッドかな？バルキリーかな？あ、ここはもうバルキリーです。相手がペッカー後ろから出して、残りここで30秒なんですよ。33秒。で、後ろからペッカー出したら40秒ぐらいないと間に合わないんで、もうここでスケラ打ってもう落とそうって思いましたね。で、もう攻めて、で相手がザッピーもそこに出したんでフリーズで固めて、でこのスケラがもう入って、もうこれで勝ちですね。相手のあのケツペッカがもう甘えで、もうこっちからしたら美味しかったですね。でもうこのままもう最後相手はもうこのまま諦めて、まあ、フィニッシュって言った形で、まあそうですね、相手は最後甘えたペッカを出したのが美味しかったっていうのはありますね。はい、という感じで6600到達しましてですね、まだまだ7000行きたいんで、残りあとまあ3日なんとか上げたいなと思います。はい、でこのデッキぜひ使ってほしいんですけど、まあ唯一あれですね、もうクロスボウ来たら勝てないんで、クロス来たらもうタスク切って諦めてください。はい、なんでまあそれ以外にはまあなんとか立ち回れるかなと思います。なんでクロス来た時はドーマイス。はい、では今回はまあ以上になります。ではバイバイ。